はい、どうもだらげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、 OMG、バットコイン、リンクローをやってまいります。今日はですね、そんなにね上下していないという形になっております。ただし、昨日一昨日、ジャンクソンオール会議がありまして、そこでですね、どちらかというと懸念に働き、金利は上がったんですけども株が落ちたと、株安になったということで、昨日続落してきております。ですので、まあ、今後の展開というところがですね、皆さん結構気になっている方もいると思いますので、そこを重点に、テクニカル分析やっていきたいと思います。であとはですね、9月のもうちょっとでね、もう月末ですので、9月の重要な、イベントですね、そこのおさらい、そして明日から週足になり、週足更新になりますので、週足の、まあ、今週1週間のですね、おさらいですね、そういったところもやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速来月、一応9月の13日ですねに米消費者物価指数である CPI の結果発表、そして9月の15日イーサリアムの大型アップグレードのザ・マージが実施予定日、そして9月の22日が米連邦公開市場委員会の FOMC の政策金利発表ということで、この3つがですね大きく分けて、まあ来月のね大きな指標になってくるよということで、まあ投資家の人はねここを押さえておいてください。はい、で記事を一つ見ていくんですけども、ビットコインにとって9月は最悪の月になるんじゃないのという記事が出ております。セプテンバーエフェクトといって、2013年から2021年の間の過去のデータを見てみると、2015年と2016年を除き9月はビットコインにとって最も悪い月であったことがわかると。同時に9月のビットコイン価格の平均下落率は、マイナス 6% となっているという話です。まあこれあくまでビットコインですね、あくまでビットコインの指標を、言われております。でこれちょっとアップして見てみると、今ここですね、8月なんですけども、まあこれ8月はですねどちらかというとマイナス 7% に今終わりそうだという形になっております。で、来月なんですけども、来月どうなるのということで、過去のね2013年から見てみると、2013年14は、マイナスで、プラスになったのが2015年と16年だけなんですね。あとはすべてが、これをマイナスになってるわけです。はい、でこれね他の月で見てみるとですね、圧倒的に9月は多いんですね。はい、マイナスが多いんですね。はい、まあこことか見てみると、まあ今まで3回ぐらいあって、で今年に入って4回目プラスになっているみたいなね、そういった月はあるんですけども、まあ、ここがねいよいよプラスになるのか、まあ今までの経歴を見るとマイナスになるのか、そういった形でまあ結構懸念されているということです。9月は過去のデータから見るとマイナスになりやすいという話です。まあこれがね全てとは言いません。仮想通貨なんてね、ファンダメンタルが1個あると、いきなり上がってきたりとかですね、そういったことはありますので、まあそこはまあ一概には入れないとこだというふうに思っております。でそれについて、興味深いことに、これまでの9月におけるビットコインの不調は株式市場の同様の落ち込みと一致している。例えば米国のベンチマークである S&P500 の9月の平均下落率は過去25年間で 0.7%、 チャート分析ではこの毎年9月に発生する落ち込みをセプテンバーエフェクトと呼んでいるということで、まあもう異名みたいなね、そういう呼び方までされているということで、9月はそれほど落ちやすいというふうに、まあもうなんか概念としてそういうふうに言われているよねという話です。はい、まあ一応これもね覚えておいた方がいいと思います。まあただし一つ言えるのであれば、イーサリアムがね今回このザ・マージというものが絡んできますので、まあビットコインが落ち込むんだけども、イーサリアム主導で上げてくるとかですね、そういった可能性も一つね秘めているとは思っております。
はい、まあ一概には言えませんよ。もちろんビットコインにつられて、全体的なね仮想通貨アルトコインが落ちてくるっていうことももちろんありますので、まあ、ただそこはいろんな可能性を、まあ、今回のこの記事でまたね新たに構築した方がいいのかなというところです。はい、それではですね、週刊ニュースの方を見ていきたいんですけども、週刊ニュースこれですね。はい1週間のニュースを中心にまとめてお届けしていく。今週はイーサリアム財団がイーサリアムの次期大型アップグレードザ・マージの実行計画を正式発表したニュースも最も多く読まれたということです。はい、今週のニュースランキングで見ると1位に輝いたのがイーサリアム財団マージの実地日程を正式に発表したということで、先ほど、ね、言った通り9月の15日に、されるということです。まあ、15日って書いてますけども、確か15日から20日間の間とか、なんかそんな感じだったと思います。はい、で、次2位が日本政府が仮想通貨の法人税のルールを見直す方針ということで、まあ、これはねしようというね動きはあったんですけども、いよいよね、本当に政治家の方たちが動き出したという記事で、まあ、結構ポジティブに働いた。そして3位がジャンクソンホール会議、パウエル FRB 議長の講演の注目ポイントはというところがものすごく、読まれていたそうです。まあ、実際にですね、まあ、これは仮想通貨投資家だけではなくて、各方面の投資家たちがものすごく注目し、それによって実際にですね発言の後にいろんな値動きっていうものが、まあ、実際にあったので、まあ、やはり注目されていたなということがわかる内容でした。そして相場のニュースランキングは1位が米株指数の大幅下落とイーサリアム1万6000ドル台まで押し目買い観測もということで、まあ、一応落ちたら落ちたでね買っていくぜというものも、まあ、一定数いて、まあ、このままね暴落につながるというよりはですね、上値も重いけれども落ちたら落ちたで買いたい人たちもいるというような記事でした。はい、まあ、あとはそんなね同じようなジャンクソンホールの記事だったり、まあ、いろいろあるんですけども、まあそういった形になっております。仮想通貨ブロックチェーン関係で言えば、まあこの米リップル社が CBDC のプラットフォームに XRP ブリッジを通貨として導入ということで、まあここがですね、まあ結構強くね読まれていたんじゃないかなというふうに、結構インパクトのある、記事だったなというふうに思います。かのねリップル社がですよ、リップル社が XRP を、ブリッジ通貨として導入ですからね。はい、もうこれはもう完全に国際通貨の送金目的の通貨として、相当なね、まあ、推薦というか、まあ、力を入れていこうというね、まあ、この試みが見えるということになっております。はい、ということで1週間のおさらいと今後9月のね予定を見てきました。で相場分析、今日は、日足でね見ていきたいんですけども、まあ言うて最高値をつけてからまだ下落トレンドなんですよね。短期的にはこうやって上昇トレンドがあって今割ってきた状態なんですけども、まあ言うて、まあ皆さん分かるとおりこういうね下降ラインをまだ全然上抜けてないので、正直冬の時代って言われてましたよね、一時期。でそれはもう終わったのかみたいな話もあったんですけども、まあ、正直冬の時代が終わるのであればここを抜けた時なんですよね。はい、抜けるまでは一応ですねまだ下目線のこの下落トレンドというふうな認識で思っておいた方がいいかなというふうに思います。はい、で直近の短期的なところで見ても上昇トレンドがこう引いてあったんですけども、まあ、なんとかギリね耐えてたんですが、ここねなんとかギリここで耐えてたのに、一気に昨日一昨日から、こうやって下落してきたと、大きく下落してきた、という形になっております。はい、ですので短期的にもまだ下を試すと思いますし、一旦はですねこの258万とか、その辺ぐらいをねこのラインですね目指してくると。で、まあ、ここまで来てから、まあ、一旦はこの RSI がね
売られすぎまで行きますので、一旦一時反発あるものの、あんまり出来高もね、そんなにいっぱい入ることなく、もう一段階下げると。その場合は238万。この238万のこのラインを下抜けるのかっていうところが、まあ、非常にですね、今後に、関わってくるということになると思います。はい。まあ、ここ見てわかるとおり、こういうね、三尊天井をこうね、作っているみたいなね、話もありますので、一旦この下落から一旦反発するんだけども、この三尊天井を描いて、続落みたいなね、これが一番最悪の、まあ、どん底です。まあ、最悪と見るのか、チャンスと見るのか、僕は、まあ、明らかにチャンスと見ますけど、まあ、この辺がですね、238万を割るかというところが非常に重要視されているというふうに思っておいてください。はい。で、まあ、ここからね、上がってきたとしてもですね、上値を重くしているのが337万円とかですね、その辺になっておりますので、まあ、上抜けてもね、まあ、ここは手つけずに、一応この下降ラインにもうぶつかってきますよね、このままいくともうちょっとで。ここにね、ぶつかってきますので、まあ、ここをね、上抜けるまでね、待っててもね、特に長期投資家とかはですね、それぐらいまで、待ってても全然いいのかなというふうに思っております。はい。で、短期トレードでやりたい方もですね、一旦下抜けましたので、この上昇トレンドを下抜けましたので、あまりね、今入りたいポジションではないのかなというふうに思いますので、一旦は様子見で、今のところはいいと思います。で、一応明日週足更新ですので、週足更新がされてどういう値動きをするかによってもまた柔軟に、見ていけばいいということです。はい。じゃあ続きましてリップルですね。はい、リップルもですね、こういうふうに最高値を作ってからずっと下降トレンドなんですね、こういうふうに。はい。で、まあ、ここ見てもらえば分かるんですけども、この辺でね、もやついたり、こうやってね、各ブロックに分かれて、こういうもたつきをこう上下してきてるんですけども、ここ最近見たときに、ものすごく値動きがされていないのが分かりますよね、こう遠目で見たら。はい。これは何を意味するのかというと、シンプルに売り買いが少ないというだけなんですよね。で、こうやって小さく見たら、まだ、結構動いてるようにね、見えるんですけども、やはり全体図で見たら、ものすごく弱まってるわけですよ。弱まってて、じわ上げみたいなね、こういう展開。だから、これに関しても、まあ僕はですね、今のところはあんまり触れたくないなと。特に僕はもう前から言ってる通り、リップルは短期トレードではまずもう今するようなコインではなくなっている。そして中期で投資をしたい方もですね、今リスクを負ってまでする必要はないということ。この辺があると思います。ただし、いよいよですね、訴訟の問題が解決されたらですね、一旦この下降ラインをポーンと抜ける可能性あると思います。ですので、そこに乗っかりたいなという方は、今のところからですね、買っていきたいなという方は、もうちょっと待って、下に振ってからですね、しっかり反発を見て、少しだけ入れる。で、ちゃんと損切りラインも作るということで、まあ、そんなにね、慌てる必要はとにかくないということで、思っておいていいと思います。はい。じゃあ続きまして、イーサリアムですね。はい。イーサリアムも、なんだかんだ上がってきたぞって騒いでますけども、まあ言うて、この下降トレンドを上抜けてはないんですよね。はい。で、まあ、しっかりした上昇波というのは、もちろんここを上抜けてからなんですけども、短期的にこうやってね、見てみると、一旦この下降ライン。これに沿ってこう下にね落ちてきてるわけですよ。で、一応ここにも上昇トレンドがありますので、この上昇トレンド上もこうやって上がってきている。で、まあこれなんですけど、一応ね、まあ見る人によってはこういう三尊天井みたいなね見方もあって、下に振るんじゃないかなって懸念してる人もいると思うんですけども、まあ一応ですね、この17万3000円ぐらいですかね、ここぐらいまでは一旦は落ちて、大きめに落ちる可能性というのは見据えておいた方がいいのかなと思います。はい。まあ、ただし、ビットコインにしろ、なんですかね、リップルにしてもですね、もうこの上昇トレンドは割ってるんですけども、イーサリアムは
今のところは割っていない。ここはね結構重要だったりするかもしれません。はい。ただこの三尊天井がこれバチクソに決まって一旦下を振ったとしても、今落ちてくるとなると17万とかですね、それちょ17万ちょうど付近、この辺を前後するぐらいの一旦大きな下落っていうところが、まあ、今後の見どころになってくるというふうに思います。はい。で僕はねこの上昇トレンド、この上昇トレンドに下限タッチしたら、まあ、少しだけ買ってもいいかなぐらいね思っております。はい。もちろん反発とか実体戦レベルでちゃんと残すかとかですね、まあ、そういったところもしっかり見て、あと出来高ですね。はい。まあ、いろんな指標を取り入れた上で判断するんですけども、まあ、これ2枚自体ですよね。2枚株ありますよね。この横軸で見た時の17万2000円ラインと、この上昇トレンドのこの2つの壁っていうのがありますので、まあ、一旦はまあちょっと大きめに反発するんじゃないかなというふうに思っております。ですので僕の見方としてはもう1段階、もう2段階ぐらい続落して、そこまで振ってからですね、そこからの復活ですね。反発ですね。そこも一つ今後見ていきたいなと思っております。はい。じゃあ続きましてバットコインですね。はい。バットコインは、大きく分けてこの3つだと僕はね常日頃言っておりました。ここをどっちに振るかで決まるよと言っていたんですけども、今これ見てみるとですね、これどう考えてもこの47円のこのラインを下抜けております。下抜けて、まだ戻しきれていないし、出来高ものすごく弱まっている状態ですので、まあ、ものすごく言いますね、やりづらいような、まあ、この値動きになっているということです。まあもうここからねロング取れるようなね場面でもないし、ショートかと言われると、なんかこう下がったら下がったで一気に買われてポンと一旦戻したりとかですね、そういった展開で結構ありますので、あんまりね信じすぎず、まあいろんな指標を見た上でその事実と自分の勘ですよね、今まで培ってきた経験による勘、そういったところで、取引をのまあその何ですかね、自分のあり方というか投資のやり方っていうところも、見据えていけばいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、とにかく今は手をつけない、っていうところです。はい。はい。じゃあ続きまして OMG ですね。はい。 OMG もずっと言ってます。この下降、あ、じゃあ平行チャンネルですね。平行チャンネルがこうあって、まあ下降の平行チャンネルを漂っている。で今のところですね、底堅いのが214円、ここがなかなか落ちてこない。そしてもう1個のラインとしては283円、このラインですよね。はい。ここをしっかり落ちてきたということで、まあ、結構ですね、一旦下に振る可能性高いかなと思っていて、213円ぐらいですかね。今244円なんですけども、まあ、213円ぐらいまで下に振る可能性というのは一つ見といた方がいいですし、今のところねサポートとされる場所がまあそれぐらいしかないのかなというふうに思っておりますので、まあ、しっかり、追っていけばいいと思います。まあ、ただし、まあ、さっきのねイーサリアムとかと同じではないんですけども、今ものすごく値動きがちょっと見えにくいか、ものすごくここね値動きが ない状態なんですよ。この辺見たら分かりますよね。結構大きくこういう動きがあるんですけども、もう全然ね少ないんですよ。ですのでアルトコインの中でもさらに希少、まあ、今投資する人はいないと思いますので、まあ、今のところはですね、そんなに考えずにもらえたらというふうに思います。はい。まあこれに関してもちょっとリップルと一緒で、まあ短期トレードではちょっとするべきではないと思っておりますよ。はい。はい。じゃあ続きましてリンクですね。はい。リンクです。リンクももう簡単っちゃ簡単なんですね。この1287円ライン、そして直近の最安値である705円ラインですね。まあ、ここを割るかどうかっていうところが、まあ、上抜けるか割るかっていうところが、まあ、ものすごく見どころで、まあ、逆に言えばですね、どっちかに振らないと、まあ、どっちにも偏らない方がいいのかなというのもあります。はい。
で今直近の見方でしたら非常にねちょっと怪しい動きで、こう三尊天井からの下落ですね。はい、ただネックラインが結構892円とかこの辺になっていると思いますので、まあここを下抜けるかどうかというところを見るっていうのと、この下抜けた場合は三尊天井が効きますので、直近の最安値まであるこの707円ライン、ここでも買い支えられるのか、こういったところを見て、今後の戦略というものを考えていけばいいのかなというふうに思います。まあ、一応709円ラインまで来て一旦反発するようであればですね、まあ、実体戦レベルで陽線で残したとかですね、出来高もそれ相当に入ってきているのであれば、まあ、久々にまあこうなんていうんですかね、まあ、スケベ買いではないですけど、まあ、短期的にね一旦トレードして、まあ、すぐ利益が出たら一旦はまた抑えるということで、まあロングをちょっとねちょっとしたロングで稼ぐことができるのかなと思います。まあ、この三尊天井をまずに打ち勝ったっていうのと、たくさんサポートされているこの107円ラインですので、まあ、この強固なね、モチベーションがあるっていうことですので、まあ、しっかり見ていただいて、今後につなげてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで、今日も相場分析やってみました。今日の動画が良かった、いいと思った方はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あとツイッターのフォローの方もぜひよろしくお願いします。ツイッターのフォローはですね、もうちょっとで僕は3000人に行くんですね。その時プレゼント企画、やりたいと思います。まあ前回がですね、今ちょっと価格が上があの時よりも少し上がってますけども、だいたいイーサリアムで4万円相当ですね、それぐらいのやつをやったんですけども、まあ、当時の価格帯がちょっと思い出せませんけども、今だとどんくらいになってるのかな、わからないですけど、まあとりあえず、まあ、今回も、まあ、それ同様ぐらいのね、何か、やりたいなというふうに思っておりますので、ぜひツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。はい、ということで今日もね、ルーレットやって終わりたいと思います。どうも。え、爆上げ2連覇なんですけど、爆上げてきてジャンクソンホール会議が来て暴落したんですよね。はい、ってことは、まあ、結構ねこれ逆をね結構行くときありますので、一応それもね念頭に置きながらね皆さん、やってもらえたらなというふうに思います。ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確できず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。